Japanese stories. Yo! Konnichiwa. 英語外国語大学で日本語を勉強している2年生シルピです。サレニアです。今日は4時のおやつというテーマで話していただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。シルピさん、最近、シルピさんは疲れていそうと思いますよ。あ、そうですね。はい、ちょっと疲れていますよ。どうして疲れていますか？だから、最近勉強は本当に大変になりました。多分私たちは今2年生ですよね。はい。文法とか漢字とかもっと難しくなりました。はいはい。そして試験と宿題は大変なので、はい、本当に疲れています。はい。寝られませんですか？私はあまり寝ませんよ。毎日できるだけ頑張ろうと思います。そして、はい、一日中、授業の後、はい、例えばラブデーとか、スタディルームで、はい、勉強します。はい、いつ時間の寝ますか？私は多分、一日に4時間と5時間の寝ます。はい、それは良くないですね。はい、体に悪いですね、本当に。そうですね。でも何をしたか、何をするかな、本当に分かりません。ああ。本当に分かりません。朝ごはんと昼ごはんはどうですか？ごはんは食べますが、ごはんの時間に食べません、あまり。私は食堂で食べます。昼ごはんと晩ごはんは、あまり食べません。そして朝ごはんは全然食べません。はい、だけどうして私は言う通り私は多分授業の後ラブとかスタジルームでいるのでご飯をあまりご飯の時間に食べません。あ、そうですか。はい、何を食べていますか？私は朝ご飯の代わりにちょっと変な話ですけど私とクラスメイトの一人と二人と一緒に朝4時にボンダを食べます。4時？はい、4時です。それは遅いですね。そうですね。でもボンダというのは何ですか？ボンダはお米の料理です。ちょっと日本の唐揚げと似ています。ああ、そうですか。はい、どこで食べますか？大学の近くにバスティという場所があります。そこで朝4時に行ってボンダを食べます。はい、おすすめの場所ですか？おすすめの場所です。でもさ、朝4時ですから。はい、でもバスティはいつも朝4時に賑やかです。あ、みんなを食べますか？はい、多分人は仕事に行く前に私たちは、はい、一晩中勉強して朝4時に行ってボンダを食べて寝ます。はい、みんなを食べます。みんなの寝る時間は変ですね。そうですね。あ、そうですね。でも今試験とか中間試験はありませんからどうして頑張りますか？そうですね、私は多分将来のこと本当に心配です。ああ、そうですね。はい、みんな心配ですね。みんな心配ですね。サイナさんもそうでしょ？はい、そうでしょ。サイナさんは、はい、いつもご飯をちゃんと食べますか？はい、私はいつもお腹が空いていますから私はいつもストレスの時もよく食べます。食べすぎます。ああ、食べすぎます。とても、お金はありませんけど出前します。そうですね。出前ってどういう意味ですか？はい、ああ、出前っていうのは、他のレストランで注文をします。あ、そうですね。高いですよ。あ、ストレスですね。はい、でもさ、今2年生ですね。はい、来年プレイスメントとか仕事を探すのを始めますから、はいはい、ね、本当に心配です。今、あ、シルピさんは勉強したいですか、仕事をしたいですか？あ、それはちょっと今分かりませんけど、はい、日本語が興味にあるから日本語を勉強したいですけど、はい、仕事をもらうとか
大学院とか今わかりません。サヤナさんは卒業した後何をしたいですか？わかりますか？いや、私もわかりません。だから今楽しんでいます。そうですね。夢はあるかも心配しています。はい、ないかも心配しています。だから、そうですね。もっと考えるのは良くないですと思います。それだけはいいと思います。去年私はストレスのために、食べ過ぎました。だから私の母は心配して私に連絡しました。はい、あなたの健康は私にとって大事です。あ、健康第一ですね。健康第一ですね。はい、だから心配しないで、あなたの勉強を楽しんで勉強してください。あ、それはいいですね。はい、そういえば、サヤナさんはストレスを発散するように何をしますか？何か趣味がありますか？私にとってレナイのことは、嬉しいことと思います。いいですか？はい、だから私はレナイの小説とか音楽を、はい、聞くことをします。あ、それはいいですね。シフィさんの興味は何ですか？私は、レナイじゃなくて私は本をよく読みます。シドニー・シェルドンとか村上春樹とか本をよく読みます。そして、はい、私は音楽を聴くのは本当に好きです。あ、そうですね、はい、趣味とか興味のことをして時嬉しいですね。そうですね、うん、もっと休むの時をいいと思いますね。あ、はい、わかりました。私は今毎日毎日頑張ろうと思いましたが、サヤナさんというふうにやってみます、はい、もっと音楽を聴くことと本を読むことやってみます。はい、はい、スケジュールは全部変わるのは大変です、はい、大変ですね、ですね。でもちょっとだけでも変わるのは、他の時、全部変わりますよ。ちょっとだけでもいいです。あ、ちょっとだけでも大丈夫ですね、はいはい、私たちは今学生ですから、はい、毎日頑張らなきゃ頑張らなきゃと思って、はい、その意見は本当に体に悪いですね。はい、そうですね。サヤナさんの言う通りちょっとだけやってみます。はい、はい、4時はもうはい、もうやめるつもりです。頑張ります。明日朝ごはんの時間に朝ごはんを食べてみたいです。一緒に行きましょう。はい、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。ジャップニングストーリーズ、よー